こうで聞いてたけどね。まあいいんですよ。まあまあ。あ、喋りな。喋りな。
これもあのオフコースのフルーリーですね。泣いちゃうかもしれない。自分がでしょ。自分が、あ、そうですね。バラしますけどね、大学の時にバラの彼女に対して受験に立てたから。昔の人だったよ。あ、知ってる。すごい綺麗な彼女ですよね。とてもいい人です。綺麗な女もね。ねえ、ねえ、今だったね。その時の思いを込めて。
すぐ町へというところで、とても深く、癒される県です。
最初に歌うかですね、ラストに歌うことが多かった曲なんです。最近ちょっと京都君がなかなかこの歌がうまく歌えないということでですね、今日はちょっと中途半端なところで歌わせてもらいます。そこをちょっと挽回していただきたい。僕らの時代が少し
で僕が高校に入って、まあ、ビートちょっとやってましたけど、なんか途中からもう完全に中学とか高校とかちょっと乗っとったんですけど、で今は別々にやってるんです。こういう風にやる時もあった。僕抜けて、なんだ、もう一人ギターとドラムが入って、ね、結構ね、YouTube とかもタイヤの愛用者もバイオリンもしてたんですけど、いろんなところでやってる。でまた彼は彼で違うビートルズバンド、アウトサイダー、3人バンドとか、4人か。で、彼は彼でまた今度、お兄さんという強力なバンドを携えて、2人ビートルズ。あれ、元気ないですか？ああ、いいです。やってるんですよ。だからすごく忙しいんですよね。でもうギフト取れないですから。まだ行ってやるんじゃないですけど。今僕はこっち路線をね、家に一緒にやらせてもらってるんですけど、2人に感謝しています。まだ本当に、ね、夏の始まった、とても暑くて、まあ、僕はこのリフトを買わないという時に、次の歌は夏の終わりって歌なんですけど、まあもうちょっと1ヶ月ぐらい何度でもっと喋るよ。この曲の歌は何度でもやってないから。じゃあ次の曲です。夏の終わり。夏は冬に憧れて、冬は夏に帰りたい。あの頃のこと今では素敵に見える。
しい曲が多いですね。僕が歌ったらなぜ悲しい曲が多いの。次はもっと信じてきた。いや、これはね、信じそうだね。これはね、ね、うん、そうだね。モデクリこの歌です。Yeah.
最初の最後の曲に出ます。しゃべらないで言ってたの、まあ、これを長くなるよ、長くなるよ。24時間テレビのなんかちょっとですけど、そのハウジング、事業のハウジングで、出番時間はもうちょっとまだ未定なんですけど、そのうち発表されると思うんですけど、ちょっと3分前です。なるべくなります。また、あの、もう一人、あのスペシャルキーボードを頼んで、あと冬ぐらいできたらやりたいなと思ってますけど、多分大事ですかね。長い機会があったので。ちょっと話のものが大事かなと思います。じゃあ最後の曲です。聞かせて。
でももう花は咲かない。
やっぱりそんなにないんですよ。合わせないとできないもん。本当に本当に最後ですか。どれどれ。これが出るまで、こっちの方が出る。